はい、こんにちは。東大合格受験人の時田博一です。今回は理系数学、XYZ 空間における不等式について解説していきたいと思います。さあ行きましょう。皆さん、早速問題です。こちらの2つの不等式あります。X2 乗足す Z2 乗が1以下っていうのと、Y2 乗足す Z2 乗が1以下。これを満たす点全体からなる立体の体積を求めなさいって問題です。えー、これ、見たことないよってね。えー、知らないなっていう人からすると、えー、どんな立体なのって。えー、よくわかんないって。 うん、なんか見覚えはあるけどへえこれ立体になるんだぐらいね、えー、思ってる人もいると思います、はい、じゃあこれ実際どういう立体になるかっていうとね実はですね x+y 乗 y 乗が1以下っていうね、えー、ものこれが立体で考えてみるとこれこうまず円柱なんですね円柱、えー、これ円柱こんな感じで、ね、こんな感じで円柱があるで当然こっちも円柱になるんですはい で XZ 空間がね、えー、XZ で作ったものでいったらこうなわけなんですが、えー、こっちでいったら上からこうガシンガシンってこう合体するような感じね、はい、こういうような、えー、2本の円柱がガンガンってこうくっついた。 あー部えなんか難しそうって思いますよね。うん。えー、あ簡単だってね知ってるよって人もいるかもしれませんね。で、えー、じゃあこれ実際に考える時にはどうしたらいいかっていうとこの x+z=1 乗を足す乗イコール1これは円になるのが分かりますかね。xz 空間あ xz 平面だとしたらこれ円ができて半径1ね。 関係こういう円ができるんだけどこれが1以下だったらこの中身になっちゃうよねはいでこの中身があってで xyz ってことはこの円が奥行きがあるってこと奥行きがあるってことは円柱だよねわかる円がずーっとつながってるってこうやってつながってるってことだはいつながってるってことは円柱になるよねってことで同じようにこっちもすると円柱になるよとまあそういう感じなんですよわかりますかで えこれだとちょっとよくわからないのでじゃあここぶつかってる部分どうやって考えるのかっていうと、えー、こうね zx とか z とか、まあ、y とかあるんですがここ z が共通してますよねでなので、えー、これ、えー、3つの文字があった時1文字固定っていうのをすると問題が解決できることが多いです、はい、どうするのかっていうと z2 乗この z の部分をなんか文字、えー、定数か して考えます例えば t みたいなあ値をねあったりしたときに t だとして考えていきます、えー、そうすると z の値が t ですからじゃあその時の x 座標ここ何なのというのを考えてみましょう、えー、そうすると x2 乗足す t2 乗 z が t なんで t2 乗イコール1これを解いてみると x2 乗イコール1引く t2 乗っていうことがわかります、はい えそうすると、x イコール、プラスマイナスルート1引く t2 乗になりますね。当然 t はあー、マイナス1から1までの範囲。この範囲ね。はい。で、これがずっといくわけですよ。つまり、この奥行きを考えたときに、奥行きを考えたときに、この、えっと、形っていうのが、わかりますかここのどこかの、 円柱の中の中高さがあってここが奥行きこうあるわけですよね。と、はいうことはここって何かって言ったら、はい、長方形ですよね。ここね。xyz 空間でこれを伸ばしていったら長方形になるよということが分かると思います。分かりますか、はい、で同じように、えー、yz 平面もこの yz の、ね、方で。 奥行きでやっていくとこんなふうに切れてくれるわけですよねはいそしたらここが共通するわけです2つぶつかってますよねはいでここぶつかってるんですがここがピーってこう移動する今 t が -1 から1までこう移動するよって話でこっちも同じようにこう移動してくれるわけですはい じゃあこれがどこからどこまで動くのかっていうのを調べてみると、はい、合体したものはこの x 二乗足す z 二乗の方でも y 二乗足す z 二乗の方でも同じく、えー、これ x っていうのはスル、えート1 t 二乗っていうところからルート1 t 二乗っていうところまで動きますしまあ同様にすると y も 同じように、えー、1-t2 乗、えー、1-t2 乗こういうふうに押さえることができます。はい、じゃあここからここまで両方とも動くよっていうことを考えてみると、はいえー、つまりこれ正方形になるんですね。えー、つまり、えー、横 x の方向が 1-t2 乗って形縦のところもルート 1-t2 乗。 でなりそうなんですがこれ実はここからここまでの間なので2倍しないといけませんここも2倍、はい、ということはこの面積正方形の面積っていうのは4倍の 1-t2 乗になるよということが分かりますいいで,すかでこの正方形っていうのがこうたくさんできるわけですね上下にこうできるよと、はい、ああいうふうに集まったものなのでじゃあ求める えー、体積。これ V にしましょうか。V は、求める体積 V は、えー、マイナス1から1まで。わかりますかマイナス1から、えー、1までのこの4倍の1引く t2 乗。t はマイナス1から1までこう動く。この正方形がだんだん大きくなったり小さくなったりとかね、えー、するような分で、えー、計算していく。なので、こうなるよはと。はい、で、えー、マイナス1から1っていう、これ、 えと原点からそれぞれね幅が対象なのでこれ偶関数、奇関数で考えてみると、えー、ここ偶関数なので、えー、と0から1のものを2倍しますつまり 4×2 で8倍の 01a1-t2 乗の dt あとはこれを出せばいいってことが分かりますね、はい、じゃこれ計算してみると t-3 分の 1t3 乗0から1までの。ってなって、えー、これ代入してみると1-3分の1なのでここ3分の2になりますね。ということは3分の2かける8なので3分の16、はい、これが求める答えになるわけです。はい。いいでしょうか。はい。こんな感じで、えー、立体よくわからない立体だったとしても、えー、求めるときには 1>, 1つ固定して考えてみるでそこから出来上がるものを考えるでそれが上下にあるんだとしたら今動いてるこの範囲で積分してしまうと、ね、面積を積分するとこれ体積立体のね体積につながるんだよってこの流れ是非ね覚えておいてくださいはい今回の授業は以上ですチャンネル登録高評価是非よろしくお願いしますそれではバイバイ